こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。最近 FBA 納品を作っていて、配送先がシドニーとメルボールの2つに分かれちゃいますという質問が増えてきました。これ倉庫の拡張を行った後、これ結構出てきましたんで、今アマゾンのシステムがシドニーに在庫がいくつあるか、メルボールに在庫がいくつあるか、それを見て振り分けるというようなね、仕組みになっています。 で、なぜ、ね、アメリカのように、えー、一つにまとめるオプションがないのか。あ、まあ、そうね。一つにまとめるオプションないんですかっていう質問いただくんですけど、えっ、ー、と、ないです。えー、まだ二箇所しかないですし、そもそも今回分けた理由が、そのね、一つにまとめるオプションを作っては、意味がないようなね、え、理由だったということがね、考えられます。まあ、どういうことかというと、まずオーストラリア、でかい。まあ、アメリカもでかいんですけど、まあ、オーストラリア、メルボールン、シドニー、えっ、ー、と、約、 800キロあります。そして、それより何より、オーストラリアは、輸送コストが非常に高い。ねえー、輸送コストが高い。そして、のんびり働く。だから、一つにまとめるオプションとかを、えー、採用して、アマゾンで振り上げたんだと。まあ、動くスピードは呪いわ、えー。さらにコストはかかるわでね。アマゾンとしても、その、送料を上げなきゃやっていけないような、多分、状況になってしまうんでしょう。そういうことでね、えー 納品者、我々、出品者の方に、まあ、負担にはなりますが、2つに分けると。はじめからシステムがね、足んない方に入れるという形になりました。で、考えようによっては、まあ、配送先は2つに分かれても利益は取れる商品、要は数が十分出る商品ですね。これを見つければ、まあ、初期段階では多分ほとんどの人をね、少しずつしか入れないんで、 あまあ、そう一つ先二つになっちゃうからね、この少ない方削っちゃおうって言ってね、そっちの削っちゃった方は、まあ、独占的にポコポコ売れるということも考えられますんでね。まあ、これはもう、前向きに考えて入れていくしかないです。で、注意点としては、二つに分かれちゃったからあんまり利益出ない。ね、かといった赤字にもなんないなという商品は、入れて数が増えてくればね、えー、両方黒字ということにもなりますんで、まあ、利益率高いね、ね、えー、商品なんかについては、 ささり切らずにご相談ください個別サポートの会社さんはね。で、まあ、オーストラリアならではでしょうね。多分今後、えー、まあ、例えばブリスベンにね、えー、FC 倉庫できたとか、アデレートにできたとパースにできたとなってきても、おそらくアメリカのようには、一筋まとめるオプションっていうのは出ないんでね、まあ、ある程度、数が出る商品、そして数がほとんど出ない商品。 まあ、両極端でね、商品探しをしていった方が、えー、効率いいのかなという感じです。まあ、どういうことかというとね、えー、そもそも1回の納品が1個単位なら、1個しか納品しなかったら納品先分かれることにはなりません。また逆にね、えー、毎月30個、50個売れてると、100個売れてるというような商品だったらね、まあ、おともと配送先分かれても全然痛くもかゆくもないということなんでね、まあ、そのどちらかの商品はあんまり影響を受けにくい。まあ、いわゆる普通の 成長途上とかテスト段階の途中の商品が一番影響を受けますけど、まあ、条件はみんな一緒でね、誰かは一つにまとめるオプションを使えてるとかそういうことじゃないんで、まあ、オーストラリアは、その市場特性、あるいはコストの面においてね、そういう形で納品先は、まとめるオプションはないと。逆に納品先は分かれたということは、それだけ需要のある商品を見つけてるというふうにね、考えて、前向きに取り組んでいっていただければと思います。 ま、この商品ね、納品しましょうかいくつしましょうかやめた方がいいでしょうかまあ、そういう相談あれば、またチャットワークの方でお気軽にご相談ください。以上、アマゾンエシスサポーター、堀秀夫でした。